第二次世界大戦にソ連軍が使用したあらゆるロケット弾の中で、最も広く使用されたのが直径132ミリの M13 でした。M13 が設計されたのは1930年代後期でしたが、1941年にドイツ軍の侵攻を受けた時には、発射機はまだわずかしかなく、ロケット弾も少数が貯蔵されているのみでした。これらは緊急に部隊配備され、1941年7月にスモレンスクの前線で初めて実戦に使用されました。不運にもこのロケット弾の攻撃を受けたドイツ兵はパニックに陥りました。何しろ M13 の一歩射撃部隊は、10秒以内でかつてないほどの広い範囲の大量の高性能装備を放つことができたからです。M13 級反転式ロケット弾の発射機は16本の発射レールを持ち、DIS-66 トラックに乗せて運ばれました。レールに穴が開けられていたことから、ソ連軍では、フルート、発射機と呼ばれました。間もなく当時の流行歌にちなんで、カチューシャ、と名付けられます。またある時期には、設計者と見られる人物の名を取って、コスチコフガン、とも呼ばれていました。最初の頃、M13 射撃部隊は極めて特殊な部隊として編成されていました。秘密保持のため、発射機は使用しない時には通常防水シートで覆われ、捜査員には共産党員の中からえりすぐった人物が配置されました。しかし、M13 は間もなく広く使用されるようになり、秘密は誰もが知るところとなります。基本的な M13 ロケット弾の射程は約8000から8500メートルでした。通常使用する弾頭は HE 破片型で、ほとんどの非安定式ロケット弾の例に漏れず、精度は高いとは言えませんでした。しかし、M13 は大量に一斉発射するのが通常の用法であったため、精度不足はほとんど問題になりませんでした。M13 の後期生産型では、精度を向上させるために、排気ガスの向きを変更してスピン回転を増やす仕組みが取り入れられましたが、これによって射程はやや短くなってしまいました。前述の通り、最初の発射機は16本のレールを備えるもので、BM-1316 と呼ばれていました。運搬車両は DIS-6 でしたが、武器貸与法によってアメリカからトラックが提供されると、これらもカチューシャの運搬に使用され、スチュードベイカー、フォード、シボレー、インターナショナルなど数種のトラックが、STD-5ヤホートラクターなどと共に用いられました。BM-1316 発射機は、射場で方位角を変えられない上に高低角の調整可能範囲も小さく、発射機を乗せた車両を目標の方角に向けることで照準を行いました。発射車両の中には、発射作業中に運転席とススクデを防護する鋼製シャッターを取り付けたものもあります。これは、1945年3月、ベルリンの国会議事堂付近で、最後の抵抗を続けるドイツ兵に攻撃を加えるカチューシャです。車両の運転席には鋼製シャッターが下ろされています。強大な生産能力を誇るソ連は、1945年までに1万機の発射機と1200万発のロケット弾を製造しました。M13 の弾頭は戦争の進展とともに種類が増え、戦車を破壊して戦列を乱すための鉄鋼弾や、夜間用の照明弾、焼夷弾、信号弾などが導入されていきました。M13 の派生型の一つに M13BD があります。これは、ロケットモーターを直列に2つつなげて射程を、11800メートルまで伸ばすことを狙ったものであり、その射程は、第二次世界大戦で使用された固体推進薬の砲兵ロケット弾の中では最大でした。ただしこのロケット弾は、発射機の上側レールからしか発射できませんでした。大戦が終了した1945年以降も、M13 ロケット弾発射部隊は1980年までソ連陸軍で配備につき、この年に最後のグループが新型兵器に後を譲りました。その後も、ソ連以外の多くの国では引き続き収益しましたが、M13 を乗せるトラックは、大戦中の旧式モデルに代わってより新しい車両が使用されました。基本型の M13 は21世紀の今日もなお現役で、
中国が74式と呼ばれる地雷散布装置の形で運用中と見られます。この装置は CA30A6 トラックの後部に搭載され、各10個の対戦車地雷を積んだ 284mm ロケット弾10発を Y 字型のフレームから発射します。第二次世界大戦では多くの国が多連装ロケット砲を使用しましたが、その中でカチューシャは最も汎用性を有した優れた兵器であったということができるのではないでしょうか。